ゲームクリエイター甲子園2024作品紹介ボリューム9、7月16日に掲載した作品の続きを紹介します。今回は全部で38作品。それでは行ってみよう。すすめダメイド。メイドロボと小さな博士が協力して進むアクションゲーム。ポンコツなロボをうまく操作してゴールの鍵を目指そう。プレイヤーのキャラクターにトラブルが起き、あえて操作をしづらくすることで難しい操作をせずに達成感を感じられることを目指しています。茨姫。呪いで髪が茨になってしまった少女、魔女にかけられた植物科の呪いを解くために奔走する探索アクションゲーム。茨の髪を使った独特な攻撃、水と光で光合成を行うことで髪が成長するなど、見た目の変化や癖のあるアクションが面白い作品です。エコグマ。合成を繰り返して戦い抜く武器合成アクションゲーム。たくさんの敵を倒し、落とした武器を拾い合成して強化することで最後のボスを倒すことを目指します。ひたすら敵を倒し武器の合成を繰り返すのが楽しいゲームです。シャングルズ。自分とオブジェクトの位置の入れ替えだけでステージを突破するFPS 脱出ゲーム。自分が配置したいところにオブジェクトを配置し、ギミックを突破することでひらめきが気持ちいいゲームになっています。アニラブ。とにかく動物たちと恋愛していくゲーム。文化祭や運動会といった行事を通して少しずつ彼女たちと仲良くなろう。ストラテジックパスウェイ。自らエネミーの進路誘導が可能なタワーディフェンスシミュレーションゲーム。従来の防衛施設建設に加え、資源の生産やドローンシステムを活用したシミュレーション要素を追加した新たな作品となっています。リフレクシオ。反射のギミックを生かしたアクションゲーム。ターゲットはパズルアクションでありながら爽快感を求めたアクションゲームが好きな人。コンセプトである反射というのがゲームの内容からでも受け取れるように工夫しているとのこと。ウージーアップ。スライムらしいアクションをコンセプトとして、伸び縮み飛んで伸びてくっついて縦横無尽に駆け巡るお片付けアクション。直感的な操作、快適なアクションを心がけ、触って楽しい作品を目指しています。ゴーレムメイク。ダンジョンで集めた素材を使って自分だけのゴーレム軍団を作り上げて戦うターン制コマンド RPG。キャラクターの特性や技を自由に組み合わせることができ、さらに0時間2型のターン制バトルにより戦略的なバトルを楽しむことができます。カラータグ。マルチ対戦 FPS の要素にイローニャを組み込んだ覆われるが切り替わるスリルのあるゲーム。プレイヤーは指定された色のプレイヤーを倒しにステージ内を探索するが、同じく他のプレイヤーも指定された色を狙っているので誰に狙われるかわからないハラハラドキドキ感が満載。解体少女ネジスポーン。方向や部位を止めているネジを派手に引っこ抜くロボット解体アクションゲーム。装甲が剥がれて飛んでいったり、巨大な建造物を根元から一気に倒すなど、ド派手で爽快なアクションが売り。巨大ロボットの上に乗りネジを引っこ抜きまくって解体しまくれ。2番線異変が起きたら反対の通路に戻れ。繰り返す地下鉄から宝石を見つけて脱出しろ。地下鉄駅から出口に向かうミステリアスな8番出口リスペクトな脱出ゲーム。3番線。販売本数1万7000本を達成した2番線の続編。2番線と比べマップが狭い分濃密になり異変を探しやすいように、しかしその分攻略しがいのあるゲームとなっています。コピークロックダウン。過去の自分と協力し敵を追い込んで倒していくパズルアクションゲーム。プレイヤーが攻撃をすると時間が巻き戻り過去の自分が出てきます。敵はプレイヤーたちから逃げるので追い込み方をしっかり考えよう。チェイン魔女子。木箱を運んで並べて壊して材料を集めて魔法薬の完成を目指すアクションパズルゲーム。多く並べて壊したくなるようにボーナスをつけたり
壊した時の感触やリアクションなどにこだわり、欲張りすぎると危険になってしまうが、欲張りたくなるゲームです。シースターラン、ワイヤーを駆使してステージを駆け巡る 3D アクションゲーム。各ステージごとに設定された目標を達成しながらゴールを目指そう。人手プラスワイヤーでステージを駆け抜けろ。モーフィン、今までにない空中でも泳ぐように飛ぶ体験。赤ちゃんとイルカが織りなすスプラッシュアクションゲーム。ステージのほぼ全てを占める水の挙動に特に力を入れています。誤作動、実家のように地下を駆け回れ採掘アクションアドベンチャー。地下深くにただ一つある黄金の回収を目指すが、マグマが邪魔をする。マグマを沈めるブロックをテンポよく破壊しながら地下深くを目指そう。 BGM、SE を自作することでゲームの雰囲気にマッチし、より没入感を高めるようにしています。シグルロード、追いかけられっぱなしじゃ終われない追いかけ返せるランゲーム。ステージギミックは逃げている時と反撃する時で役割が変わるので、プレイヤーは反撃する時のことを考えながらボスの攻撃をしのがなければいけません。自作エンジンながらも 3D モデルのアニメーションに挑戦したり、近未来的な雰囲気を出すために演出にこだわっています。竹槍物語、竹槍を投げて踏んで障害を乗り越えゴールを目指すアクションゲーム。プレイヤーのジャンプや移動の挙動にこだわり、動かす楽しさを意識して制作。演出面でもプレイヤーのアニメーションやエフェクトで動きを強調して、スロー時と非ダメージ時にかかるポストエフェクトをこだわっています。ガチかけヒーロー、フルスクラッチで作られたリアルなローで攻撃する新感覚ぶっかけアクションゲーム。敵にローをかけて鈍化させ固めよう。さらにその固めた敵を吸収することで総量を増やせるぞ。総量を増やしてボスに挑め。冒険者、剣で切りつける時代は終わり、剣をどうするかはあなた次第。敵を全滅、時間打ちまで生き残れなどのターゲットを達成していきます。実力したプレイヤーの音声がこだわりです。キリキリ舞、攻撃は最大の回避。攻撃と回避、2つを合わせ持つ攻撃で回避しながら敵を倒せ。敵を倒すことで手に入る経験値でプレイヤーを強化しよう。プレイヤーは攻撃に長けたスキルと生き残ることに長けたスキルの2種類から選択できる。あなたはどちらを選ぶ。東京ジャッジメント、マウスとキーボードで戦う見下ろし型 3D アクションゲーム。リーグオブレジェンドリスペクトの操作でスキルを駆使しながらボスを倒していきます。演出やボス AI に力を入れています。説明せよ、ミジクシューティングでコンセプトはエネミーをとにかく倒すこと。床のノーマルマップやエネミーの挙動に力を入れています。避けるんです。赤いレーザーに当たらないようにひたすら避けろ。シンプルなデザインと操作性にこだわっています。疾風の剣、剣を振り回して周りに出てくる敵を倒しまくり、最後に出てくるボスをより早く倒すゲーム。通常攻撃以外にもダッシュやダッシュ攻撃など様々な移動手段と攻撃方法があります。爽快感アクションゲームなので、倒した時にいかに爽快感を与えられるかを大事にしています。天気、天気によって変わるステージを乗りこなして制限時間以内にゴールを目指すゲーム。障害物の細かなモーションや障害物に当たった時のプレイヤーの反応にこだわり、天気の脅威を感じられるようになっています。妖怪と笑笑い、刀を操作して妖怪たちを全滅させたらゲームクリア。コンセプトとなっているのは爽快で、刀を飛ばすことで敵を一掃できることがアピールポイント。妖怪といっても可愛い妖怪たちなので優しく切ってあげてください。アイスピンボール、反射や大きさ、ギミックを駆使してゴールを目指すゲーム。プレイヤーの大きさは大中小があり、ダメージを受けると小さくなる。ステージに氷が設置されており、触れるとプレイヤーが大きくなります。エポンソルジャー、プレイヤーは武器をステージ上で拾い、その武器を投げ
敵を倒しつつゴールを目指す。武器と敵には相性があるので見極めて戦おう。この惑星を爆破しに来た。爆弾が爆発するまでに物を集めて爆弾を強化し威力を上げる爆発に重きを置いたゲーム。爆弾を強化して惑星を爆破しよう。バタム、蝶つがいを操作する 2D アクションゲーム。開き戸や箱の蓋を開閉できるようにするための金具である蝶つがいがコンセプトとして作られています。闇鍋バトルロイヤル。山札から引いた3枚のカードを駆使して体力がゼロにならないように食材を食べていくゲーム。混ぜるコマンドで鍋の食材を変えることができるので状況に応じて使い分けよう。緊張感と達成感が交錯するこのゲームは一度プレイするとやみつきになること間違いありません。キャッスルラビリンス。鍵を集めて障害物や敵を避けゴールを目指すゲーム。マップ上の落下してくる天井などの位置を覚えながら進んでいくアスレチックがコンセプトになっており、初見クリアが難しいところがアピールポイントとなっています。クイズキング。選択式のクイズによるハラハラ感と RPG のボス戦特有のワクワク感を組み合わせたゲーム。攻撃のコマンドに当たるものがクイズの選択肢4択になっており、見事正解の選択肢を選ぶことで敵に攻撃をすることができる。迫り来るモンスターを武器ではなく頭脳で倒していきます。23ディメンションズ。ゴールを目指すアクション 2D ゲーム。 2D から 3D に移行するようにしたのがこだわりです。ダブル。2人のプレイヤーを同じ操作で動かしてゴールを目指そう。触れるとテレポートする青いブロックをうまく活用しよう。本日紹介した作品はゲームクリエイター甲子園の作品掲載サイト、みんなのゲームパレードで実際にダウンロードして遊ぶこともできます。これからのブラッシュアップに向けてぜひ応援するボタンを押してみてね。各作品サイトの詳細は概要欄を見てみてね。引き続きゲームクリエイター甲子園の応募もお待ちしております。